冬は鍋だぜ、あなたと温まりたい。お待たせしました。年末恒例って言っても今回が初めてだけど、国道19号道の駅鍋勝利です。あ、のっけから気合が入ってますね。入ってますよ。前回に引き続き、はい、道の駅をだけで買い戻して鍋の具材を調達してくれるということ。はい、そうです。今日は調理編。調理編でございます、はい。まあ、どうなっていくのかね。そうですね、正直、はい、僕たちも全く想像がついてません。雰囲気、イメージだけでどこまで美味しく持っていけるか、はい、楽しみでございます。楽しみです。じゃあ早速作っていきましょう。長取り。じゃあ、はい、早速料理していきたいと思います、はい。でまずね、里芋なんですけど、はい、一回ひと煮立ちして、はいはいはい、この皮を剥いてやるという工程があります、はい。これで皮を剥くわけですね。合宿みたいだね。里芋インザウォーター、ウォーター、下ごしらえ2。こちらの白菜を、はい、甘いと噂の白菜です、うん、はい。あ、うまい。この包丁、鍋は好きですか？鍋好きですよ、そりゃ。なんか痩せるみたいですよ。やっぱりさ、痩せてさ、モテ期が来る夢見たとかさ、俺もさ、色恋やってほしいなって思うわけですよ。いや、来年はね。はい、はい、白菜切りました。白菜、まあこれ綺麗ですよね。足は足で食べたいよね。熱いんすよ。いや、熱いんだよ。なことはない。あ、すんげえぬるぬるする。投入します。はい、このお鍋ね、はい。はい。これフィールド鍋。この部分は何だい？はい。で、この白菜の水分出てくるので、はい、この水分をこう、これすっごいみずみずしくて、はい、うまそうなんですよ。おお。長取り！かさ味噌です。はい、じゃあちょっとオープン。オープン。オープン。かさ味噌インザ鍋と、ひかるさん、はい、これは、ああ、もうちょい味噌入れてもいいね。ああ、いや、こうやって入れちゃってもいいんじゃないですか。なめこも入ります。あー、あーあー、いい。あー、ミートギャザー、ミートギャザー。奥さん、いい出し出るよ。さあ、いよいよついにですね、はい、国道19号鍋、はい、完成でございます。おー、できましたか。じゃあ早速見てみましょう。はい、中どうなってるか。はい、いい感じで、いい感じで湯気立ってますね。はい、ちょっと火なんかもうちょっと弱めちゃったりして。あー、いいです。じゃあ行きますよ。はい、開けますよ。はい、いきます。はい、はい。うわー、先輩、これはすごいですね。これこれこれ、ちょっとこれ見て、すごいっすよ。うわ、湯気も、うわ、そう、なんかこれ買おうって言ったら全部がファインプレーに思えてくる、うん、うん、今日これ味が楽しみですね、うん。完成でーす。完成でーす。いやー、今日はね、うん、ね、いいと思うよ。すごいっすよ、これは。このうわ、うまそうだな。いただきます。どうからね、お出汁、はい。おお、はい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 、めちゃくちゃうまくないですか。めちゃくちゃうまいね。あの、うん、味噌がいいですね、うん、この風味。味噌の風味よくて、はい、なめこか、はい、なめこから出汁が、うん、すごい、なんか確かにこうなめこのとろみ、うん、あとお麩もちょっと入って、うん、すごいとろとろしてる感じですね。わ、すごい。里芋の破片発見。お、里芋結構溶けてますね、きっと。うん、里芋うまい。ちょっとしてみようかな。椎茸、
そこ熱い。うわ、プリ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 、うまい。あ、うまいんだな、これ多分。めっちゃうめえ、めっちゃうめえ。おいしいって。おいしい。これもちょっと取りそびれた。あ、これすごいでしょ。やっぱ餃子あった。ニンニクの風味はすごい素晴らしいですね、これ。ニンニク？風味がすごい。ニンニクですって。あ、なんか世界観が変わる。ね、本当ですよね。うん。全部主役。いやー。どうでしたか、国道19号鍋は。道の駅じゃね、こんなにうまいものが揃うんだな。いや本当に、3軒、はい、3軒の道の駅しか寄ってないのに、うん、こんだけのもうね、うん、本当そうですよ。食材で鍋を楽しむことができたので、多分ね、これはまだまだ可能性が全く嘘偽りなく行き当たりばったりですから。いや本当に、本当に今日ガチノープランで行ってみて、はい、でも無事にこうやって、来れましたね。美味しいこの長野の食材を旅できたって。本当ですよ。いやもうちょっと、ね、道の駅シリーズやりたいね。はい、まあ、何しろいろいろ巡るの楽しいね。はい、なんかそうですね、うん、そんなことでですね、はい、今回は以上でございます、はい、これでですね、なんと長鳥チャンネル、はい、99回目。おお、ね、いや素晴らしいですね。次次回じゃあ次回はですね、はい、ついに100回記念のアニバーサリー。おー素晴らしい。またじゃあね、100本目に向けて我々もじゃあ頑張っていきましょうか。そうですね、今度は行き当たりばったりじゃないですよ。はい、はい、じゃあ100回目はね、アワードやりますんで、はい、楽しみにお待ちください。はい、ぜひお願いします。それでは、はい、次回まで、はい、バイバイ、バイバイ。